サウンドジュリアです。今回もですね DS オーディオの、光電式カートリッジと、ハーツフィールドで音出しをして空気録音をしてみたいと思います。こちらにありますのがタスカムのポータキャプチャー X8 の、ワンポイントマイクがついた録音機でございます。48キロで撮って、YouTube に落とすという感じですね。無編集で落とします。そして今回のレコーダーですね、スメタナの、ヒバリですね。なんかドンチンサウンドばっかりではなくて、こういうのもかけろということでお客様からいただきまして、こちらを視聴してみたいと思います。ご覧の通り、演奏者がお年寄りなので非常に枯れた音がするんですけど、そのチェロなんかはやっぱりですね、その胴鳴りするときに主張する位置でですね、椅子の肘掛けがこうブーッと響いたりとかですね、体に振動が来るような感じがして非常に心地がいいです。では早速、聞いていただきたいと思います。Thank you.
聞いていただきましたが、いかがでしたでしょうか。いやー、なかなか弓で弾くというその楽器の全てが融合した時って結構いい音だなって思って聞いてました。なぜこうお年寄りが弾くと音が枯れてて、そして若者の演奏はこうきらびやかな感じになるのかっていうのがちょっとよく分かんないんですけど、まあ、解説できる人がいたら教えてください。ちょっとなんか枯れてていいなって思いました。今回は以上です。